ででございますす市場ですねうん世界最大のイベント規模のアゴ塚イベントが終わりましてそのあたりからですかねなんか相場が良くなってきたんじゃないかなっていう感じですよねで時価総額ランキングの表を見ててもビットコインイーサリアムリップルビットコインキャ,キャッシュ EOS ね LTC とかね えーまあ、まあの代表的なものがこうずらりとあるんですけどもその辺がやっぱ上げてきてるんですね全部がもう全部が上げてるんですよで今あ追っかけてみると44位の MKR 以外ですね上は全部上がってますあごめんなさい1個下がってるのありましたけどもで BCN か BCN じゃなくてこれだ USDT だ、まあ、これは置いといていいですね ドルと円とね、でそれの連動してる数字なんで、まあこれは置いといていいでしょう。で、まあ、そのぐらいなんですよ。で全体的にお金がまた入ってきてるっていう中でですね。で本当こうほんなんていうのかな、取ってつけたように新しいニュースも話題がねいいお話が出てて、まあ、これは1日ずれるんだけども、関西発暗号通貨の相互案内。 窓口が大阪震災橋にオープン、あごつ取引に一歩を踏み出せない人々に向けたお,お悩み相談室っていうのが出てたりとか、まあ、会社はゼロベースっていうところをやってましてで、代表取締役は中川さんっていう方ですね、えー。で、5月20日、もうすぐですね、もうすぐオープンしますので、まあ、こちらね、お近くの方は大阪なんでね。 大阪、中央区なんで中心ですよね、本当のね、えー。まあまあ、あの、覗いてみてもいいんじゃないかなと思います。資本金は100万円と。まあ、あとはこれ、ビルをどれだけね、借りられるって、ランコスがどれだけかかって、ランコスを入れるだけの、多分このゼロベースっていうところが、あ何かあ別に商売をされてて、うん、で、暗号通貨市場の、なんていうのかな、うーん、 うん、入ってこない人たち今まで暗号通貨に触れてこなかった人たちの集客っていうところですかねで集客をして次に取引所を開設とかねでそこで、えー、何かこう押、うん、してるものを押してるものってアフィリエイト報酬とかもそうですしその先に相談をするんであればって言って相談料を取っていくっていうビジネスモデルですかね。 無料ではやらないと思うので、うん、まあ、なんらかし、何かしらの、そのキャッシュフローを得るためにやるのはね、えー、で、サービス内容としましては、各種暗号通貨、取引所情報の提供とお、各種取引所など使用方法などの相談と、各種取引所などお解説方法に関する相談、情報提供、で暗号通貨の保管方法、オレットの案内。 税金などの相談。この税金などの相談っていうのは、今までね、入っていらっしゃった、で、年間20万円までしか利益が出なかったね、方々も、ひょっとしたら、この大阪っていう場所ね、まあ、人口も多いですし、だから、まあそういうところのね、いいんじゃないですかね、これ、対人で、こういう、 対人って本当に私はあの対人 AI ロボットとかよくお話をしますけども別に対人っていうものに対して否定的なことはないですよね。人間しかできないことっていうのは絶対あるんですよ。絶対あるんだけども本当これもその一つじゃないかなと。で、おそらく見てる部分っていうのはあキャッシュフローの見てる部分は あ65歳70歳あたり以上その辺りでしょうねその辺6570以上の方の集客っていうところを見てるんじゃないかなと思いますんでえ要はお金があるところのお金を動かそうよってで興味がない興味がないって言っててもいわゆる就活 65ではまあ早いとは思うんですけどもね70でも早いと思う,思うんだけどもその就活に向けての資産運用っていうところの一歩手助けっていうところで十分考えられますでまあポケモンやってて感じるのはもう6070でもやられてますからねポケモンスマホ二台持ちとかああやってブン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 歩ってますからでそれを考えるとね えーまあ、いかにーあの世代はですね暇でお金があるのかっていうのが分かるんですよ。うん、で課金もされてますしね、うん、だからもうレベルが違うんでね10代20代30代のお金がないのとあの方あの世代のお金がないのとでは本当次元が違うんで全く全然違うもののお金がないっていう発信をしてますよね。 というところで、まあ、まあこの辺面白いいんじゃなえっ、ー、とー、次は LINE ですね。LINE が本格資料、ブロックチェーン、企業せ成立。これはね、えー、LINE がブロックチェーン、まあ、暗号通貨っていうところで、えー、動きがあるっていうのは言っ,てる言ってたし、まあ、情報も出てたとは思うんですけども、まあ、5月16日、子会社の LINE プレスにより、 うん、ブロックチェーン技術を開発する共同出資会社 iChain を設立したと発表をしたとおいうところでございましてえっ、ー、とーこれねこれどこを見ればいいかなうん iChain ですね iChain とはどのような企業っていうところで韓国でブロックチェーンプラットフォーム ICON を手掛ける ICON 財団 LINE は共同で i イチェーンを立ち上げました。新会社はトークン経済プラットフォームの設立を目指すということです。ということは、新しいプラットフォーム型の通貨を LINE として立ち上げ、その後 LINE 独自のプラットフォーム上に多くのアプリ、サービスを展開しようと考えているのだと思います。とこういうところで、 えーまあ、これはあのー、暗号通貨っていうよりはどっちかというとブロックチェーンですよね。ブロックチェーンの技術っていうところで、まあ、LINE ていうところ、ねえー、なので、まあ、これもキャッシュレス化に向かって新しいんじゃないかなと思いますよ。でキャッシュレスの、まあ、ここからもう早くも余談なんだけどもキャッシュレスの話をラジオでしてましてでちなみにですねイギリスなんかは1枚のカードで 銀行の預金も下ろせるしクレジットカードの決済もできるしワオンみたいになかざしてねうんワオンみたいなそういうこともできるし全て1枚のカードでね賄ってるのでお金紙幣とか小銭っていうのは持たないらしいんですよ。でそういうことを考えるとあの何、ー、ていうのかなこれから先ですね 踏まえていくのでね日本はでその弊害として何なのかっていうとお、まあ、使いすぎちゃうよねっていう話と使いすぎちゃうっていうのは資金小銭紙幣を持たないと資金とかあ小銭紙幣を持つことによって自分の うんアウトですよね。だからお金を使うっていうことに対して縛りをつけてるのが目に見えないもので空間化でされてしまうんで使ってしまうんですよね。でここでんいい例があるので、えーまあ、パチンコとかね、えー、スロットとか言われるものっていうのはあれ使いすぎちゃう。もちろん空間的な要素もあります。 思考が妨げられるというか思考を停止をするんじゃないかっていうほどの光と音の情報量でもってそれが行われると思うんだけどもでその他に使いすぎてしまう理由はですねカジノもそうなんですよ。物で,ですね 物になってしまうんですよチップっていう形になってみたりとかメダルっていう玉っていうゲームセンターもそうですよでゲームが1000円札をバラバラって入ればって入れてバラバラってメダルが出てきて、まあ、何百枚ってなんのかな何千枚ってなんのかなで何,十何百枚って出てきてメダルをつカつカつカって入れてるうちに入れてると もともとはお金だったんだけどもそのお金の金銭感覚っていうものではなくても、えー、どっかで何、えー、て言うのかな,あーな途絶えるんでしょうね思考がおそらくそういう,う人間的心理もあるのでそれが怖いって言ってましたよねだから現金が小銭っていう,う紙幣っていうものが財布に収まってればその範囲 <laughs> 範囲内でやるんじゃないのっていうお話から 喉が変え、えっと、その範囲内でできるもので考えるんだけどもそれがあ今のねメダル玉あー、まあ、ゲームセンターのメダルっていうところでカジノのチップっていうところでカジノもそうなんですよ、うん。チップに変えた時点で金銭のー、まあ、ドル円うーんどっちでもいいんだけどもその変えた時点で麻痺する。 なので、えー、ガン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 あかけてしまう、貼ってしまうっていうところで使いすぎ。で、この辺は言われたのと、あとはリスクとして停電ですよね。停電が起きたとしたら、あキャッシュレスに向けてリ,リスクですね。停電が起きた場合っていうのは、これはあもう使えなくなりますよね。で、この時にどうするのか。まあ、サブの電源とかを立ち上げておけば大丈夫なんでしょうけど、バッテリーをね。 置いといとてそのためだけの蓄電をしといてでいざ停電になったらその蓄電を放電をして決済システムの活力にしてその決済を済ませるっていうところが使えると思うのでまあまあこの辺はあんまり心配しない。 いいなんですけども、その不安感として、いざ導入っていうことになると、多くの方が今言ったことを噛み砕いて、こうやって説明すればね、ああ、そうだよね、大丈夫だよねっていう取り方をするでしょうけど、聞いてなかった人にすれば、これは大変なわけですよ。ありありあったり、キャッシュレスになっちゃった、え、電気で管理して電気。 えー、電気どうすんのって蓄電、蓄電、蓄電までね、頭が回らなかったりするわけでしょ。で、そうすると、そこにも一歩ね、ハードルが上がってしまって、えー、大変なことになってしまうという、ね、導入でつまずいてしまうということが考えられますんで、まあ、この辺のね、動きっていうのは、今後も見ていきましょう。で、まあ、これも余談で、ラジオ聞いてたらですね、株の話ですよね。 株の話で一つの銘柄に停滞しないっていうことが今起きてるっていうね決算決算が終わる前なんかは本当にそうだったんだけども昔であればあ今日はどうなんだろう少し流れが変わってきてるように気はするんですけどもあの昔であっ,てあったならば本当ストップ高になった銘柄がまたストップ高になってで3回とかねそうやって動きがあったんだけどもその ストップ高になった時点でその張り付いたで次の日とかねでストップ高になったその日にね、えー、売ってしまってで次の銘柄に乗り換えて次はあよその銘柄があ上昇してね70%とかストップ高になってっていうのが繰り返されてるで、えー、相場がいい時っていうのはあとストップ高っていうのは重なったってあるとにかくストップ高しかないって。 でも昨日だと、まあ、今日はまだ数字が出てないんですけども昨日だとストップ高銘柄とストップ安銘柄っていうのは10ずつだったんですよね。で 10, だった10ずつっていうことはどういうことかっていうと相場的にはそんなに強くが強くないっていうのを 読んで空気を読んで、相場を張ってる方々が試験を入れて、抜いて、で別の銘柄、入れて、抜いて別の銘柄っていうのを繰り返してですね、えー、こう,うやってるので、中長期スタンスだと取りにくい、利益を出しにくいような相場環境になってんじゃないかなと思います。株ね、うん、株。っていう感じでございます。はい その中でもやっぱり強いものは強いですけどもまあそれはね4000メガもありますからあそれはそれはおね置いといたとしてもうんええそんな感じでございますよでまあその暗号通貨と株っていう面で見るとその界隈いがにぎわってのは確かですマ、まあ、ネックスは今日はあ良くなかったんですけども、まあ、アップバンクとかね えー、暗号通貨、まあ、ゲームアプリが最初なんだけども、3912とかね、えー、モバイルファクトリーとか、まあ、この辺に資金が入ってきてるから、暗号通貨、株っていうところのタグ付けで、動きが出てるっていうのは、これは継続的にい今後も続いていくんじゃないかなっていうのは、これは勝手な予想です、勝手な私の体感的予想なので、まあ、これはあただのね、話だとして聞いて,聞いておいてください。 えーとアップバ,ッバンク、モバイルファクトリー、そうですね、この辺に今日も資金が入ってきてますね。アップバンクなんかはストップ安、数日前はストップ安、ストップ安、一回して、そこで耐えて、そこから盛り上がってきたようなものですけども、アップバンクはあれです、えっと、なんだっけな、これ、取引所つくんじゃなかったかな、取引所だと思ったんですけども、そんなことで、モバイルファクトリーは、 とゲームアプリと,と、なんだっけな、あ一芸かあー、GPS で管理する自分がこの場所にいてで、動いたら何かがあるっていうね、そういうゲームあ、ポケモン、ポケモン、ポケモンみたいな感じです。ポケモン GO みたいな感じのゲーム、これが12月にね、 実装予定になってますんで、まあ、この辺を見てですね、まあ、今、時価総額も200億以下なので、まだまだいくんじゃないかなっていうふうには、私は勝手に思ってます、うん。アップバンクはもう勢いですね。えー、っと、あと、まあ、マネックスは今日は換算と、これはコインチェックのね、騒動でやってますけども、この辺のね、動きっていうのはどうなっていくのかっていうのは、あどね、えー、見てますね。はい。 暗号通貨、株のタグ付けっていうのは、これ、お金ある方はですね、本当、この辺は見てて、あるいはお金がなくても、この辺を見てても、見てて、お金を貼ってみると一番やっぱりいいんですよね。ダイレクトに感じるんで,で、それが損しても得してもね、どっちでもいいんですよ。長期的に見たら。で、そこの立ち位置で、じゃあ,あ、この先に、株、暗号通貨、これ、一本前にもしつこく言ったような気がするんですけども、 暗号通貨と株のタグ付けでこうなったから今度暗号通貨じゃないところを絡めて株と何株とお何と何とかね、えー、そういうタグ付けをして、まあ、また、ね、暗号通貨で資金作られてからの資金運用っていうので、えー、気に気,気にっていうかね使えるんじゃないかなっていうね、えー、知識っていうよりはなんだろう知恵的な要素があるので まあ知識、うん、知恵ですよね。知恵っていうのは今後自分で、まあ、動いていくことによって、うまあなんていうのかな、アウトプットできる人にいな教えられるっていうのは、そういうものですよね知恵。知恵ってどん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 、おな,なんていうのかな、耕さ,耕されるうの脳みそみたいなね。 えー、なんかよくわかんないですけどもそういうことがあどんどん作られると作られるっていうかあ覚えてったりとかそれと覚えてったものと覚えてったもの同士のあこれだっていうねこれがおそらく知恵でしょううんそういうものがあ出てくるので、えー、いいんじゃないかなと思いますあとお、まあ、不動産をお買われようとしてる方は多分いないんじゃないかないるのかなあ聞いてらっしゃる方ででこの不動産に関しては まあ私が見てる日本の未来像で言うならば、要は人口減少ってのはもうほぼ確定してる中でね。で、これよく言ってますよね。で、年金は振り込み詐欺だと。で、 年金って私たちがね年金を支払,支払うだけ支払って吸われて終わってしまってで自分たちはもらえないっていうそういう話ですよねだから振り込み詐欺ですよね合法的振り込み詐欺なんですけどもああいうものとかねで人口減少が起きると何が起きるのっていうと土地の単価が安くなりますよねだって人口がに対して、えー、土地が余ってるわけですからあキャベツもそうですよね えー、200ー、まあ、取れすぎちゃってて、えーまあ、このまんま市場に出したら68円くらいで売るしかないよっていうものを、半分にして120、136円とかね、そういうふうにするわけですよね。うん、ね、えーまあこう、なんていうのかな、トラクターで潰して、で市場に出回らな,なんか、まあ暗号通貨でいういあるんですよね。 うん、枚数を1万枚しかないものを5,000枚にし,してしまうとそうすることによって希少価値が起きるので値段が上がるよっていうのがバーンでしょだからあれと同じことを市場っていうのはもう大昔からやってたんですよスーパーとかね農家っていうのはそういう関連でそういうのはやってたんだけどもそれがその土地と人口で起きるわけですよね 土地が余って人口が減るわけだから土地単価ってのはもうそもそもアパートとかマンションとか家とかねああいうところに住人住人ですよ人間パイがないパ,パイがなくなるわけだからその住人であるパイがいないわけですよだから土地ってのは下がると思うしその住居も お本当に極端な言い方すると地方にでね、えー、まともな一軒家っていうものも数十万円で土地付きで売られるんじゃないかなと思いますそれはまともな玉は残ってないでしょうけどそういうものはね、うん、でも十分考えられるあとはあそれに付随してですね、えーまあ、この、えー、家ね不動産日本の不動産に関して下がるときはこれは 株で言う暗号通貨みたいいな下がり方すすると思いますよ、うん。一点のやべえなって思って、まあ、暗号通貨を参加されてて、差し値ってね、えー、まあ、株でもいいけど、してね、えー、待ってた時とかあるかとは思うんですけども、あの状態です。で、差し値をするでしょ。 でこの通貨のこの相場の A っていうコインで100円で差しといてで今の相場が130円だから、まあ、ここまで落ちるだろうってう差し値を押しておくでしょでその A っていうコインがいざ差し値の100円に行き着くじゃないですかで行き着いたらその先にねあれこれちょっと待ってよともっと下がるんじゃないかなって言って今度90円とか95円とかでまた差しとくんですよ。 刺して売りを売りというかねえー、あごめんなさい、えー、また別の人が95円で買いをね買いの差し値を入れておくわけですよで95円でよし上がるの待ってるぞと言ったらまた下がるんですよまた下がるで80円あたりで今度刺して買いを入れてる人たちが別にいてで買いを入れるでしょでいよいよ ど,どこで売ろうかなと思って上,上に差し値を今度買った人が差せども差せども売れなくなるそういう環境が多分不動産でも起きると思いますでそうなってくると株だったらストップ安っていうのがあるでしょうけどおそらくその不動産詳しくないんで分かんないんですけども価格の下落が始まり始めたらもう急速に落っこっていくと思います不動産ので今あ。今住宅ローンとか組んでる方っていうのは これはおそらく不幸な方なな方んじゃない,かなと思います2,000万3,000万とかね、えー、家を買って払ったもんならばそれに対しての金利はあそのまま払わなきゃいけないしその払った頃にはその住,住居がですね価値住居価値っていうのは200万とかね2,000万300万でもともとの媒体でで金利がつくからもっと払ってるわけだよね。 うん、それに対して払い終わった頃には、えー、いざリフォームかっていう時にもうに200万とか300万の価値しかなくなってああどうしようっていうね、えー、そういう,うところになるんじゃないかなってでもっと下がると思ってるんで私は人口がもっともっと減っていけばあ今でもお都心のね古い,いなんだろうビルでなな住居的なビルっていうのかななんて言うんだああいうのおマンションか。 マンンショでで空き家が目立ってるっててるうんですよねそれはオリンピックに向けて新規のねえマンションを建ててるのもあるでしょう。でビルを建ててるのもあるでしょう。でそれも手伝ってかそういうことが起きる起きてるんですね。でそれが人口減少になればこれが地方から東京にね東京みたいなとこね。 まあ大阪、名古屋、なんでもいいですけども、札幌、博多、まあ、そういうね、東京みたいなところに人が集まってくれば話が変わってくるんだけども、でもで、地方は必ずそういうふうになってしまうと思うんですよね。病院の数は減ってくし、医師は不足してる。で、地方でやっても、医師はね、商売にならないわけですよ。であれば、人がいるところに出るわけですよね。で、最初は開業してね、病院を持ってたんだけども、地方ではとてもやれないと。 俺食えないよってなってきたら医師でえ都内の方にね入ってくるとか東京みたいなところに入ってくるっていうのは十分考えられるのでまあこの辺を見ていくとですねこの不動産の日本で不動産を買うって方がそもそも住居スペース以外にいるのかなって言ったら多分、投機的にはいないと思うんですよねこれは。うーん だ平均的に見てですニッチな場所を探せば確かにあるかもなんですけどもその辺ですね、えー、見てるとやっぱり日本というのは暗いなというところなので、まあ、この不動産の、まあ、価格下落っていうところを が起きる時っていうのは本当にそういうことも想定できるので、まあ、今住宅ローンを、ね、払っちゃってるのはちょっとあごめんなさいなんですけどももうどうしようもないんでねどどなんか手立てがあれば抜けられる手段があれば抜けた方がいいと思うんですけども、うん、近いこれは私たちがおそらくい生きてる間に起きるんじゃないかなと思ってます。うん、ここ20年とかね 20年ぐらいで起きるんじゃないですかね。だから2040年前とかね、あそのあたりにはもう十分起きる。で、オリンピックは2020年なんで、まあ、そこがピークって言われてますから、であとは日値というか、各、ね、会社で持って上げるところと下げるところってのは出てくるでしょうけども、平均的に上がるっていう,うところは、もっと昔にね、超えてるんで。うん うん平均的に上上ががるる給料も上がるとかね、えー、そういうところがあまあまあとにかく大変な時代は大変な時代だと思いますよ。変化があって面白いは面白いけどもお昔の、まあ、教育でもって、えーまあ、そのまんまこれがいいあれがいいっていうことに対して、えー、周りにねうん影響を受けてるわけですからこれをどう おひっくり返そうかっていう話じゃないですか暗号通貨ってだからあみんながその可能性に対して資金を入れてて手間をかけてるわけで,でそこの部分ですよねでそれがどうなっていくのかって本当に未知ではないんですよ見えてるんですよ見えてるんだけどもその対応策を対策はあみんな見えてないと思うんですよ対策どうすんのってで仕事は当然今の何だろうな 人がやる一番最初に紹介したあ大阪で、ね、暗号通貨の相談窓口ができるよっていうこういうところではね当然人は必要なんですよでこういう媒体本当にニッチなペッパーくんがやってるようなことを生身の人間がやるとかね、えー、そういうのも十分重要はあるとは思うんですけどもそんな形で生き残るほか人間のこの 何て言うのかなか感性があって五感、まあ、があってね、えー、生きてる我々っていうのはそういう五感が欲してる部分人が五感に対してお金を出してくれる部分に特化するのが一番んなんだろうなキャッシュフローを得やすい部分なんじゃないかなと思いますよ。セブンイレブンあたりでも配送す,するってやってましたからねまあ配送やってんのか。 まあこの辺地方ですけども、セブンイレブン500円以上買うと、自宅まで配送してくれるんですよ。うん、なので、まあ、そういうサービスもありますんで、要は、なんだろうな、あ外に出れない方向け、あるいは外に出るのができない方向けに、惣菜を届けるとか、弁当を届けるとか、タバコを届けるとかね、そういうことですね。うん、でそういうことも、この地方であってやってるので、でそれがね、 今度、コンビニとい、うん、何宅配業者で、そこで、えーまあ、自動運転のものがあかまわせて、またここでまた,あた新しい、ね、ビジネスができるんじゃないかなと思いますよ、こういうのは。で、個人の商店だってもそうだと思うしね、でこの個人の商店から個人宅への配送を自動運転の、まあ、乗り物がやってくれるっていうね、うん、そういうのも十分考えられる。 だからロボ猫ヤマトみたいなものがあ要は個人宅とうん何商売商売するまる商店とか〇〇デパートとこうタグ付けをされて、まあ、ここで、えー、キャッシュフローがまた出てきて、まあ、こういうビジネスモデルは増えると思うし坂まだまだ今から伸びしろはあると思うんですよね。 うん、だからあ今までの感覚でいるのは今の土地の話もそうですけども,もローンを組んでるのが当たり前っていうね古い昔のしきたりみたいなあそういうものを真に受けて、えー、ご両親がそう言うから大丈夫だってローン組むって言っていや俺もローン組んできたしなってそりゃあその世代は高度経済成長だからイケイケどんどんでねボーナス上がる給料上がるっていう世代の方の言ってるのとでもっと 危険だって思うのが、金融教育がなされてないっていうのがあ怖いんですよ。で、ほとんどの方が、こういうことを、何ていうのかな、普段の生活の中で考えてないんですよ。うん、お,金のか方とかお金のこととか、就活のこととか、まあ、就活は話があそれるからやめておけますけども、そういう、何ていうのかな、非日常 で、あるようなこと、で、今、昨日起きたことが今日も起きると思って、みんな生きてますので、むしろ考えてないぐらいのな感じで生きてますからあ、だから危険なんですよ。だと,にとにもかくにも、このね、金融教育がなされてない今の日本っていうのは非常に危険だし、それが見えてる。で、冷静な判断を下すんであれば、子供ってのは産めないじゃないですか、ね、今の日本で。 でそこに先行、まあ、が走るのであればあ暗号通貨の税金の、ねえー、減税が20%とか15%とかになってくればこれはまたね、子、えーまあ、だくさんになるんじゃないかなってそういう合が展開が見えたりするんだけどもそういうとっぺしもないことが起きないとやっぱり今あ、日本でこうやって生活するのでは冷静な判断をしている方は子供は産めないですよ。 うん、冷静な判断をねできる方々は、うん、考えあってして、えー、子供を産めるかって言ったら絶対産めないと思う、ねうんだよねだから、まあ、まあこういう日本でもって私たちは生きていかなきゃいけないのでとにかく自装でね生きれる手段キャッシュフローっていうのは得ていかなきゃいけないしキャッシュフローを得なくてもその仕組みっていうものに自分をうまく組み込んでね えーまあ、ベーシックインカムみたいのを得られるんであればそれはそれでいいんじゃないかなと思いますよね社会保障制度をね利用してでもちろんそれ突き詰めていただきたいんですよねそういう時はね自分がやりたいことをずっとやり続ければ必ずそれを発信してればあキャッシュフローが生まれるものが私はできると思ってるんで,でそこのものに対しては夢中になれるものに自分の時間を特化して申し訳ないけど国にそこはね えー、負担を受けてもらってね。で社会保障制度を利用して。 で,できる限りその夢中になる時間を増やせばその夢中になる人たちが増えれば増えるだけこれは日本のねまた新たな産業が出てくるんじゃないかなと思ってますんで、まあ、そこはそこで考え方でね、えー、それが確かに悪いっていう見方も、ね、社会保障をだから月々10万円とかね、えー、もらうのはそれはいけないんじゃないかっていう考え方もありますけどもでも今この閉塞的な日本で何ができるのかって言ったら自分,自分って人間の頭あ 頭を、ね、発想力、五感で感じて発信すると、発想,する発想して発信して、まあ、報道していく、まあ、そういうことしかないんですよ、うん。私はそう見てます。で、そこの、昔はね、こんな方がいたんですよ。LINE のね、今、取締役をやられてる方がいてかいえ、働いたら負けだって言ってたんですよ。その方が。 でも今その働いたら負けだっていうのを今流に解釈するんであれば働くっていう感じで自分の労力時間命っていうものを削ってたら負けだっていう,う判断のもとで一番そぎ落とした言葉が働いたら負けだだったのかもわかんないんですよ。 その方の、その方に会って話してないから分かんないんだけども、発想として、うん、男っていうのはそぎ落としますからね。無駄なものを言葉っていうのは、あんまりベラ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 べら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 喋らないのが男ですから、本来の脳みそ状な話をすると。で、その LINE の取締役をされてる方は、働いたら負けだって言ってたんですよ。過去に私も YouTube で拾って、うんって思ったんですけども、今考えると、その方の今の立ち位置、その言葉、 あ意味するものっていうものを考えたらあそれが適切だったんだと思うんですよ。縛りがある中で自分これは私も言いますけども萎縮しちゃうんですよ守られたもところで、えー、空間でいると例えば上司がいると萎縮するしいい自分の両親がいると萎縮するしいい親戚おじさんおばさんがいると萎縮するしっていう家の中でいるとその人の個性っていうのはほとんど 私は生かされてないと思ってて、まあ、会社の中もそうですよね家の中みたいなもんですよね、うん、でそういう縛りがあると発想っていうものが本当死ぬんですよこれは全全部の方に言えるんじゃないかなと思いますだから私がよく言う01の0発信をしてで1を自分で積み上げるっていうことをできないとやらないとこれは大変だよと、うん、みんなあ、まあ、AI ロボットに食われるっていうのはもうそういう意味なんですよ 自分たちの五感っていうものを使って発信をして、でまあ、その結果が出た、それが良くても悪くてもどっちでもいいんですで、そこに対して、じゃあ、あこれはここまでだったら、そこで諦めるのか、そのままやるのか、別のものに行くのか、これもどっちでもいいんですよ。その方があこう思ったんであれば、あいつかそこが、あもしかしたら芽が出ないかも分かんないんだけども、その一つの点がどん,どんどんどん01で発信をすることによって出てくるわけですよね。 で、0でスタート、発想で、で、1で行動で結果が出て1が出るでしょ。で、これが点でどん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 出てくるわけですよね。で、それがいずれどっかで線になったりとか面になったりとか、もう立体的に世の中の構造が分かっちゃったよと。そういう方々があ増えれば増えるだけ。これはまあ日本にとってもいいんじゃないかな。地球にとってもいい,い,いと思うしね。もしかしたら車がなくても、本当に人間が空飛んでね。 で二酸化炭素とかが出なくても地球っていうところで生きられるかもしれないしそういうことを考えるとその01の点がね多ければ多い人が出てくれば出てくるほどこれは面白い社会になると思いますんでだここは私は人間の可能性と思って十分見てるんですよただ世の中を見てるとさっき言った萎縮してるような感じがするんですよ 自分っていうものを発信しないで何を考えてるのか分かんない。何を考えてるのか分かんないっていうのは自分が動いてないから何を考えてるのか分かんないんだけども、でそういう人があーやっぱり多ければ多いほどはっきりしないじゃないですか。かはっきりしないことで時間を浪費し,してるんであれば、それはあどっちかっていうといいか悪いかって言ったら悪い方に向いてきますよね。それはアメリカにも食われますよ、日本は。っていう話じゃないですか。 でそこはアメリカに対して勝つ余力があるとすればあ、そこじゃないかなと思います。自分っていうものは、あまあ、アメリカ人は自分っていうものはこうあるべきだらしいんですよ。そこに法律っていうものは介入しても介入しなくても、自分っていう,う今、立ち位置はこれでこうだから、それは悪い、いけないっていう。 うー自分でそこで考えた判断をするっていうのはアメリカ流なんですけども日本の場合はそこも萎縮してるんだけども信号があって信号が赤になったら止まる青になったら歩くで歩きとかね自転車であればそれは法規制がないからあそれは様子を見て動いても全然いいと思うんですよ車が来てなくて、えー、動くのも。 で考え方によっては歩く信号っていうね道路っていうところで見ていくとよく見るのが車がいっぱい後から来てて今渡れば渡れんじゃねっていう人たちがあ、まあ、ボタンを押すわけですよね横ここ横断歩道の信号のボタンを押して車を止めるわけですよで5台も6台も車を止めて1人の人間が渡るわけですよ で、車は01でまた発信をして、これ燃費が悪くなるわけですよね。いいことないじゃないですか。誰得って誰得でもないじゃないですか。そういうことをやってるんですよ。日本の社会ってよく。この辺の地方なんか本当によく見ます。確かに守るのはいいことです。うーん、そうやって先生方に言われたのかもしれない。 かもしれないんだけどもそもそも人間っていうものは五感っていうものがあって感じる見るっていうものに対して自分がどう動けるっていうのは判断を下せるその判断とかをしてないと本当にロボット化っていうのはああいうことを言うんじゃないかなと思うんですけども人間がその五感をそぎ落として生きてたらそれはそれで人間じゃないですよロボットでいいじゃないですか AI ロボットでね。 うん、だからあ、本当にそういう方々がそうやって、えー、成長していくとおどうなっていくのかっていうのはやっぱり怖いですよね。うん、だから、まあまあ、この辺はこの辺で置,き置いとけますけどもおそんなこんなでですねいろいろあるんですけどもアンゴスカーは、まあ、いい情報がごちょごちょ出てきているので、まあ、この辺は私たちは、ね、見解をみんな見守っていきましょう。 でね、えー、やっぱあの好きなことっていうところで、まあ、しつこいようですけども、そういうところにね、目を向けられるような資産はできると思うので、まあ、そういう見ていきましょう。どうなるのかわかんない。どうなるのかわかんないんだけども、少なくとも何もやってないよりはいいわけだからね。うん、動いて、結果どうなっていくのかわかんない。いいのか悪いのかわかんないんだけども、うん、そこを見ていくしかないんじゃないですかね。私たちはね。っていうところでお開きにします。それではね、素敵なコインライフをお送りください。